はいどうも、ビップです。やっていきましょう。ビップです。よろしくお願いします。ビップです。はい、ということで本日なんですけども、結構ね、最近コメントでちょくちょく見るんですけども、新垣結衣選手でリアタイやってほしいという声がね、結構たくさんありますんで、ちょっと今回はね、新垣選手でリアタイやってみたいと思います。まあ、新垣選手といえば、皆さんご存知の通り、全国大会1回戦で僕使いまして、まあ、フルボッコにされた選手なんですけども、まあ、いろいろね、アップデートを重ねて、まあ、バニッシュボールとか、まあ、フォークとかのね、変化の仕方が変わったみたいなので、ちょっと新垣選手でリアタイやってみて、久々にやったら打たれないんじゃないかなと、僕自身もね、ちょっと心の底にあったので、まあ、心の片隅というかね、うん、そこはどうでもいいんですけども、まあ、とりあえず、1戦やっていきたいと思います。もしかしたら2戦やってるかもしれないですけど、まあ、試合時間によります。はい、じゃあ行きます。はい、ビッペです。ということでですね、ちょっとね、本日の動画なんですけども、これなんでね、撮ってるかっていうのも、もう一つ意味がありまして、ちょっと編集ソフトをね、一つ購入しまして、そちらでちょっと今回はね、編集チャレンジしようと思ってます。なので、普段とちょっと編集スタイルが違うかもしれないんですけども、そこはね、これからちょっとまた、さらにね、いい編集をしていくために、このソフトを買ったので、そこはちょっとご了承いただきたいなと思っております。はい、喋ってて全然さっきの球何か見てなかったけども、打つ結構ね、久々にガチメンバーでやりますんで、ちょっとほんまにボコボコにしたいですね。まあ、夏の甲子園も始まってますし、僕の甲子園も始まったということで、どうです？やばいやばい。長引きそうだな、今回は。うわ、行けばよかった。何してんねん。まあ、新垣選手なんでね、点取られるのも嫌ですし。うわ、やってもた。やば。これからジャイアンツが守備につきます。うわ、後出しお願いしますですね、これ。はい、僕結構好きですこのお願いしますを忘れてからのお願いしますね。あ、マイナス1じゃない、ラッキー。さあ、バニッシュかましましょう。どうですかね、打ちやすくなったんですか。バニッシュ、え、甘っ。え、びっくりした。甘い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 恋人、知ってる人はコメント欄でお願いします。よーし、山田おいおい選手はインコース低めが見えないと。お、やば、変化量やば。ちょっと待って、ボール先行です。ちょっとコントロール悪すぎん。うわ、え、ちょっと待って、運ばれてもおかしないで、これは。頼むで。よしよし。うわ、キッチ、ちょっと待って、バニッシュ投げ。うわ、ちょっと待って、これ新垣選手めっちゃコントロール悪いわこれ。うん、無理です。企画崩壊です。いや、マジ無理やな、これ。どうしよう。うわぁ、ツーシームのコントロールも悪いんですよ。うわ、ストレートやん、もうほぼ変化量ないから。ちょっと気分けやなきゃ。よし。うわー、これマイナス1じゃなかったら今の三振取ってるやつからのもう1球目。よしよし、落としてゲッツーでもいいよ。柳田選手今走り出し遅かったから今落としてゲッツーでもよかった。頭脳プレーを使ってもよかったんですけども、やば、編集大変そうこれマジで。あ、よと、そう、初めてする編集ソフトやのにこんなにペシャクチャ喋っとったら。よっしゃ、ナイスフェア。ナイスフェアって何。よしよし、なるべく編集を減らす攻撃スタイルね。攻撃ってこの口で打つっていう攻撃ね。どうでもいい。よし、頑張っていきましょう。うわー、やば、ちょっと待って、昨日あんだけ調子よかったのに。巨人純正ね、ボールとストライクの見分けが全然ついてないわ。よっしゃ、 OKOK、 今のはね、完全に抜けてもおかしくなかったから。王さん、はい、もうた。うわ、やば。オッケーオッケーオッケー。だから次カットないよ。はい、もうた。なんでなん、早いん、教えて。タイムイン。おっしゃ、今のは分かった。ナイスだ、ナイスラン、ナイスラン。じゃあここから8点取ってもう終わらせへんよ攻撃。けど動画的にはこれ新垣選手投げないとダメですよね。通用するかしないかの動画ですからね。僕の打撃はメインじゃないんですけど、これを参考にしてる方々もいるみたい。オッケーオッケー。これファーボールかな。いや、そんなことないな。丸選手の次も強打者やからな。オッケー、ナイス反応やな、マジで惚れ惚れするわ。さあ、もうここはね、代打出しましょうか。
じゃあ久々にあの実況しようかな。ちょっとマイクから離れますね。よし、よし、出るよ多分。待って。タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは。これは熱い。これは熱い。うん。これは熱いぞ。マイク近づきます。はい。ごめんなさいね。なんか。期待させちゃってごめんね。よしよしよし、あと5点。敏郎さん、親戚のおじちゃんではありません。よしよしよし、あと4点。さあここから企画変更です。新垣選手通じるかじゃなくて8点取れるかに変えます。タイトル8点取るまで終われませんね。よし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 、いいよ。あと3点、これホームランと終わりですね。もういいよ、荒垣選手気にせんで。 OKOKOK、 これは内へ外れます。ボール先行です。どすこい。はい、ということでね、ちょっとマジで終わってしまったんで、とりあえずちょっとね早すぎますんで、床田くん先発でやっていきたいと思います。またね、この前2戦とも通用しましたけども、また今回通用するかね、やってみたいと思います。いきます。この前ね、なんかあのコメントで打率隠すなハゲみたいなコメントあったんで、ちょっと打率貼っときましょうか。はい、5割6分7厘ぐらいかな今。まあそんなにやってないんでね、うん、まあ30戦はやったのかな、ちょっとわかんない、ごめんなさいね。はい、こんな感じです。ごめんなさいね、隠してて。隠してないけどね、うん、ほんまに。さあ行きます。床田選手大好き。よし、このフォーク2種ですよね、味噌は床田選手の。ただコントロールが悪いから、ほらこんなんもね運ばれがちなんですよね。コントロールがなんせ悪い、まあ、しゃあないんですけどね、覚醒の S なんで。フルインハイ打たれそうやな、トラウマがあるねんな。あ、フルン、よしよしよし。この方結構何でも振ってくるな多分。ちょっとボール球で遊ぼう。フルン、もう一回投げますね。あ、これはストライク。これは This is strike。 よし、全部ボール球投げよう。これ盗塁してくんだ絶対。いくで。もう一球投げますね。おお、よし、ナイスボー。今のは絶対打てないでしょ、絶対打てない今のボールは。ナイスボー。しゃあ、このユニフォームめっちゃかっこいいくない？やばない？昇竜、昇竜かな、わかんない、ごめん。よし、東選手か。東選手僕ねゲットしたんでね、東選手でも試したいと思います。またリアタイね、ビップがリアタイで東選手使ってみたみたいなね、うん、決定、決定事項です。よし、次オレーいきますね。ツーシームやろう多分。違う、左対左、僕ね実際のプロ野球もそうですけども打ちにくいじゃないですか、左と左って。うれい、あ、プロスピでもね僕左対左なんか苦手なんですよね。だから僕左バッター多いんで、僕の時左ピッチャー投げると結構有効かも。しゃ、うれい、うわ、うまっ。マジで僕止め選手がライトの時ってマジでヒットならんわ。ヒットになる気せん。ティッカ、うれい、ミスった、マジでミスった、ほんま。さあワンちゃん犬ではありません。ここは点入れときたいな、床田選手で。いや、いけた、いけたで、いけたんご。編集楽しみ。うわ、うん、めちゃくちゃ点取られそう、ここマジで。めちゃくちゃ点取られそう、ここ。あ、やっぱ結構振ってくるな、この方。ってことは、外角のスライダーとか振るんかな。ただ、広角ついてる。甘いとやばい。これはマジで俺のミス。言った通りになりましたやん。うん、もう何でも振ってくるからさ。あんなもボール球になったらよかったんよ今のも。きつ、うん、
うわちょっとこれマジで打撃集中していいですか、マジで負けたくないんですよ。よし、えぐい、マジでえぐい、福留選手やばい。あーよかったよかったよかった、今のけどホームランにしたかったな。うわパチパチされた、サヨナラホームラン打ったろ。オッケー、これゲッツーが一番寒いからな。うわいや待って待って、帰んのはないで、ツーストライク追い込んで帰るはマジでゲル、ゲル。うわえぐい、ここで帰るはマジでえぐいわ。いや無理、危ねえ。まあ向こうは閉鎖を狙っていると思いますから、順中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。入って入って入って、うわなるほど、そうですね。危ねえ危ねえ危ねえ、うわ結構これガチになってます僕今。よし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 、まだ遊びでもあるな。いやまだわかりませんね、ただここはいいバッターなんでバッティングを期待ということ。入って入って、よしよしよっしゃ。ごめんなさい、ちょっとね大声出してしまいました、すいません、すごく嬉しかったんで。はい、ということでね、徳田選手は通用しましたということで、チャンネル登録と高評価マジでよろしくお願いします。はい、ということで新しい編集ソフトで編集してきます。 VIP でした。